ローマ法大前は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世が編纂させた、直法遺産、学説遺産、法学帝王、および534年以降に出された、新直法の総称である。これら諸法が、西ヨーロッパにおいて12世紀初頭に、ユスティニアヌスの市民法大前としてまとめられ、1583年に、フランスの法学者、ディオニシュース・ゴトフレドスによって、 ジュネーブで出版される際に、市民法大全と名のもとに刊行したことから、今日に至るまで、市民法大全、コルプスユーリスと呼称するのが通例となっている。教会法大全とともにユスコムーネの方言として、重要な地位を占め、大陸諸国の方の発展に大きな影響を与えた。東ローマ帝国の国家制度の多くは古代ローマ帝国より引き継いだものであったが、 古代ローマの法律は極めて雑多なものであり全く整理がなされていなかった。新しい法律が制定されると古い法律の該当箇所は自動的に無効になるとされていたため古くなった法律のどの部分が有効でどの部分が無効なのか長年の間に混乱が生じていた。このことによる弊害は共和制ローマの頃から存在しており、 制定されたものの忘れ去られた法律も多く、例えば、ガイウスユリウスカイサルなどはすっかり忘れ去られていた、法律を持ち出して活用し、性的を罠にかける名人であった。こうして混乱を是正するため過去には、グレゴリウス法典、ヘルモゲニウス法典、テオドシウス法典等が編纂され、特に、テオドシウス法典は、法の混乱を相当に改善したものであったが、 ユスティニアヌス一世の時代は、テオドシウス法典の発布からも90年が過ぎており、法体系の再整備が必要とされていた。ユスティニアヌス一世は、法務長官トリボニアヌスや、テオフィルスをはじめとする10名に、古代ローマ時代からの自然法及び人平法の布告、定性以降の直法を編纂させ、旧直法遺産全10巻として529年4月27日に、 発刊させた。九三法典は廃止され、このユスティニアヌス法典だけが帝国における唯一の権威ある法典とされた。ついで、530年よりトリボニアヌスを長とする委員会に古典法学者の学説を研究させ、約2000冊300万行以上の著作を一つの秩序に従って再配列する事業に着手し、三十三年十二月十六日に、 学説遺産前後10巻を完成させた。これと並行して、諸学者のための簡単な教科書、法学帝王も編纂されており、トリボニアヌス、テオフィルス、ドロテウスらが533年11月21日に完成させた。この法学帝王は、帝国の法学校における1年目の教科書として使用された。学説遺産や法学帝王の編纂中にも、 立法活動は行われていたので、学説遺産や法学定用の完成時には、旧直法遺産を改定する必要が生じた。ユスティニアヌス一世は、トリボニアヌスに、旧直法遺産の増補改定を命じ、534年11月16日に、直法遺産全12巻が完成した。ユスティニアヌス一世は、直法遺産の完成以降にも百数十件の立法を行っており、 これらは新直法と総称される。これらの法典は壮大だが膨大で複雑であり、あまり実用的であるとは言い難いものでもあった。法典はコンスタンティノープルでは用いられたが、その他の地域には浸透しなかった。西方領土では引き続き、テオドシウス法典が用いられ続け、東方領土の地方都市では一世紀もすると法典が、 忘れ去られて、司教を仲裁人とした法廷での調停が好まれるようになった。しかし、これら法廷は8世紀以降にも幾度か手が加えられながら帝国の基本法廷であり続けた。11世紀後半には西洋でも採用されるようになり、14世紀にはイタリアの後期注釈学派の法学者、バルトールスでサクソフェラートが全項目に注釈を入れ実用性を高め、 後の西欧の各国の法典にも多大な影響を与えた。これら処法は東ローマ帝国では一つにまとめられたものではなかったが、西欧でのローマ法研究によって12世紀初頭にユスティニアヌスの市民法大全としてまとめられ、1583年にフランスの法学者コトフレドゥスによってジュネーブで出版される際にローマ法大全と名付けられた。直方遺産。 学説遺産、法学定要、新直法からなる。直法遺産、または、ユスティニアヌス法典は、ハドリアヌスから、ユスティニアヌス時代までの直法を集大成した、法典である。基本的には、既存法典である、グレゴリウス法典、ヘルモゲニウス法典、テオドシウス法典、438年を体系化し、簡素化したもの。 ユスティニアヌス帝が528年2月13日の直報によってトリボニアヌスをはじめとする10人に命じ、従前の直報を修正させたのが旧直報遺産であり、529年4月7日に交付され、同16日より施行された。旧直報遺産は現存せず、その一部がパピルス文書の形で伝来しているに過ぎない。 旧直法遺産が完成した529年以降、新しい直法が発せられていたし、学説遺産や法学定用の完成によって、旧直法遺産を訂正する必要が出てきた。そこでユスティニアヌスは改めて、トリボニアヌスに直法の修正を命じた。この結果、完成したのが直法遺産である。全十二巻。三十四年十一月十六日に発布され、 同年12月29日より施行された。現存しているのはこの改定版である。学説遺産は、低成初期から500年代までの著名な法学者の学説を編纂させたもの。533年12月16日交付、12月30日施行。学説を収集された学者は40名に上り、ガイウスやウルピアーヌスなど、低成初期の学者が最も多い。 全1528巻300万行の先行資料を全1 0巻432章15万行にまとめた。よってダイジェスタと呼ばれる。パンデクテはそのギリシア語であり、ドイツ語のパンデクテンはこれに由来し、その編纂方式がパンデクテン方式として日本法にまで影響を及ぼしている。法学提要は法学を志す諸学者のために、 ユスティニアヌス帝が編集せしめた書物。533年11月21日交付、12月30日施行。法学校での教科書としての内容を持つ。その内容は、ガイウスの法学定用とほぼ同一であるとされるが、修正、過筆により一部異なる部分がある。これにちなむのが、インスティトゥティオネス方式。フランス民法、オーストリア民法に取り入れられている。 新直法は直法遺産完成以後、ユスティニアヌス帝政正までに発せられた168の直法の総称である。他の法典はラテン語で書かれているのに対し、原法文の大部分が帝国内で公用語化が進みつつあったギリシャ語で書かれている。ローマ法大全はあくまで当時の現行法の集大成である。したがって古い書物を編集する際、古い時代の法が、 当時の情勢にそぐわなければ、当時の状況に見合ったものにするため、修正、過失が行われた。これを、インターポレーションと呼ぶ。ビザンツ帝国、または、ビザンティン帝国という用語は、今日では、西方における帝国の崩壊に伴って、東地中海において残存したローマ帝国の東方部分を呼ぶために用いられている。この東方帝国は、ローマ法を利用し続けた。 そもそも、ユスティニアヌステが、ローマ法をコープス・ジャラス・シビリスにおいて形式化したのは、ローマ帝国の支配者としてであった。7世紀以降帝国政府の使用言語が、ラテン語からギリシア語に移行したために、市民法大全に基づく法典が時代が下って、ギリシア語で編纂されることとなった。最もよく知られているのは、以下のものである。 バシリカ法典はユスティニアヌスの完全な宿約だった。60巻もあることで裁判官や法律家には使い難いものだった。より短く手軽なものが必要とされていた。これは最終的に1345年にテッサロニキから来た裁判官のコンスタンティノス・ハルメノプーロスによって作成された。彼はヘキサビブローズと呼ばれる。 バシリカ法典を6冊にした短縮版を作った。これは広くバルカン半島中で続くオスマン帝国時代の間にも利用され、1820年代のギリシャ第一共和制のための最初の法典として使われた。セルビアの法律と文化はローマとビザンツの基礎の上に打ち立てられた。最も重要なセルビアの法典はザコノプラビロ、 1219年とドゥシャン法典、1349年と1354年で、これらは市民法大前に含まれるローマビザンツ法を移植したものだった。これらのセルビア法典は、セルビア先制公国が1459年にオスマン帝国に滅ぼされるまで利用された。セルビア法規でのオスマン朝からの解放後、1844年に、 セルビア市民法典が編纂されるまで、ローマ法が利用され続けた。セルビア市民法典は、市民法大全を基礎として編纂された、オーストリア民法典の宿役版だった。コープスユーリス・シビリス、1583、ユスティニアヌスの市民法大全は正法に配布され、ラベンナスを特府を含むユスティニアヌスの再征服戦争の下で獲得した領域で、交付された。 法学帝王は、ローマの法律学校と、その学校が、その後移転したらベンナで、テキストとされたが、再征服されたその他のほとんどの領域で失われ、南イタリアのイタリア総督領でのみ、ビザンツ法の伝統を維持したが、市民法大全は、エクロガ法典とバシリカ法典にとって変わられた。市民法大全の条項は、教会関係のもののみ効果があっただけでだったが、 それもカトリック教会の事実上の独立と東西教会の分裂で無意味となった。西欧では市民法大全はゲルマン民族の継承諸国で多くのローマ・ゲルマン法を刺激したが実際に用いられたのはテオドシウス法典であり市民法大全ではなかった。歴史形は市民法大全が1070年頃の北イタリアで発見されたということについては正確には一致していない。 法律研究はグレゴリウス7世のグレゴリウス改革の教皇庁に代わって行われていたが、グレゴリウス改革が再発見を偶然にもたらしたのかもしれない。リテラ・フロレンティーナとエピトメ・コーデックスとは別に多くの写本がテキストとしてイルネリウスとペポによりボローニャで教えられ始めた。イルネリウスの技術は声に出して読み、学生がそれを筆者することを許可されるというもので、 ユスティニアヌスのテキストを解説し、内容に証明を与えることとは、かけ離れていた。仲介の形式について、イルネリウスの弟子であるボローニャのン博士は中世、ローマ法のカリキュラムを打ち立てた、最初の注釈学派に属していた。その伝統は、ウルトラモンタニズムとして知られる、フランスの法律家にも伝わった。中世イタリアのコムーネの承認階級は、 素朴なゲルマン的交渉法よりも、正義の概念と共に扱う法と、都会に固有の状況を取り扱う法を必要としていた。法典の起源は、新生ローマ帝国において、古典遺産からの由緒ある洗礼の復活を見る学者たちにアピールした。新しい階級の法律家たちが、ヨーロッパの諸行国で必要とされ始めていた、官僚性を担った。ボローニャ大学は、 ユスティニアヌス法典を最初に教え、中世世紀を通じて、法律研究の中心であり続けた。学説遺産の二巻本が1549年と1550年に、パリで出版され、タラゴサの僧侶アントニオ・アウグスティンにより翻訳された。学説遺産完全版の題名は、ダイジェストーラム・セウ・パンデクテラム・トムス・ウォルターといい、アプド・カルロマン・ジラルドスによって出版された。 学説遺産の第1巻は2934ページあり、一方、第2巻は2754ページだった。市民法大全として、ユスティニアヌス法典を3名付けたのは16世紀のディオニシウス・ゴトフレドスで1583年に出版された。市民法大全の背後にある法律的思考は、現代の最も大きな法改革である。 封建制の廃止を達成したナポレオン法典骨格となった。ナポレオンはこれらの諸原理がヨーロッパ中に紹介されることを望んでいた。なぜなら彼はヨーロッパの民衆の残りの部分と支配階級の間でより平等な社会とより自由な関係が創出される支配の効果的形式として法典を見ていたのだった。市民法大前は十九世紀に仏語、独語、 イタリア語、スペイン語に翻訳された。しかし、市民法大前の英訳は、サミュエル・パーソンズ・スコットが彼のバージョン、市民法を出版する1932年までなかった。スコットは最善のラテン語版を用いて翻訳を行ったのではないため、彼の業績は批判されている。フレッド・ブルムは彼の直方遺産と新直方翻訳のために尊重されている。 ラテン語版を用いた。市民法大全の新しい英訳版は、ブルム役に基づき2016年に出版された。2018年には、ケンブリッジ大学出版もギリシア語のテキストを、底本とした、新直法の新しい英語版を出版した。ありがとうございます。